毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。さあでは頂上決戦やっていきます。今回8問モードいきます。8問ね。合祀の矢口さんね、先制取りましたね。8問か。ハイデルンスキルちゃう、あの必殺強いっすよ。8問はクリティカルめちゃ出やすいんでね。ゲニもう UR か。クーラー、さあ出たチートマキ。まあでもマキはね、暴走ロバート覚醒。マキは8問はそこまでなんていうの、もうめちゃめちゃチートっていうほどチートではないとね、個人的には思ってますけどね。やっぱ8問って火力高いから、もうマキをすぐ追い込むことができる場合が多いんでね、まあ、そういう意味では普通の選択チャレンジよりはマシかなと思ってます。ベニマル置いとこうか。オロシェル捨てます。これでいこう。できれば全滅狙いたいけど、ルガールもおるし、これ叩こう。もう叩きます。麻痺した、沈黙したクーラーチートすぎやろ。覚醒が麻痺でハイデルが沈黙。暴走スキル出るよね、強いな。まあこのまま行こうかな。このまま行って、うん、沈黙また入った。覚醒も沈黙やで。マジでクーラーがチートやな、これ。どっちかというとマキよりもハイデルンと覚醒両方打てないですね。え、暴走打たないの、なんでやろ。暴走打たん意味がわからんけど、こっちはラッキーかな。ほんならベニマル前っすね。で、クーラー後ろにしとこうか。クーラースキル出てるんでベニマル使いましょう。クリティカル、うん、いいっすね。ベニマルなかなかいいよ、8問。さあこれでどうなるか。まだ覚醒は打てない。ルガール打ってくるけど、ギースか。さすがに暴走使ってくるよね、シェルミーにですね。クーラーここガードないんか。一応ねガードがあるからこの位置にしたんですけど、ガードしてほしかったな、できれば。結構ガード率高いのにな、あれ 40% ぐらいあるんですけどね。ベニマルはやられました。これでもあれやな、ギースで、ゲニで、ギースをちっちゃくできます。まずゲニからほらちっちゃくしてからの、先にマキ、いやさっきこれね、あ、ルガールがあれやな、いけるでしょ。まあマキで、おし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 、これルガール倒してしまうとイカレダウン入るから順番大事なんですよ。こういう感じで打たないと。そうそう、ここでルガール倒しても何の問題もないですね。今イカレダウン入りました。そしてギースは凍結、2体倒しましたね。ハイデルン込みで3体か。クーラーはこの位置に置いているのはやっぱ縦出てほしいね。クリスとロバート、さあ2代目相棒ですね。相棒そんな勝たないからな、ほら6割やで。ツイスタードライブ、うん、相棒やられましたね。クリーザでもう2体倒せるやんこれ。じゃあもう前コースね、クリーザで倒しに行こう。ああですね、さすがに前半にちょっとバババって畳みかけれたんで、それが良かったかなと思います。ではもう一回行きましょうか。スモツさん先制取られました。さあ8問最終ですね。6戦目、バネッサクリス、これはひなこにしとこう。バネッサとでもラモン相性いいからね。あーこれはリン欲しいがアーデルハイドやな。リンはあのバネッサと相性いいんですけど、さすがにでもアーデル取ってきます。クラウザーいた、クローンゼロとクラウザー、キムか、バネッサ、ヒナコ、そしてブライアン。これ固めにいってアーデルで全滅狙っていきたいですね。まあこうかな。あー結構硬いなこの人もリン、カスミ、リョウやで。めちゃめちゃ硬いわ。結構どころちゃう、めちゃ、おお、スキル祭り、めちゃめちゃ硬いですね。でもこのメンバーがスキル祭りはいいっすね。でもクリティカル、ここのキムはもうやられてほしいけどな。リンスキルでやられそうやけど、よしスキル出てる。次のターンやられるんでもうこうしとこう。
で、ここの量は倒さないように調整ね。これ倒せないでしょ。さすがに、うん。で、ここは、どうやってもリンがやられるんで、リンちゃうわ、キムね。どうやってもキムがやられるんで、とりあえずは調整できるかなと。クラウザスキル出ないよ。マジか。霞でも次打ってくるから、霞が打ってくる、リンも打てる。そうか。ややこしいな。ブライアンな、こういっとこうかな。ちょっとややこしいですね。霞打ってクラウザー打てる。全滅はないっす。あ、ちょっと待って、危ね。全滅あったかもしれない今。ちょっと危ないことしたな今。めっちゃ危なかった。もしかしたら全滅取られるような配置にしてもうたな今の。リン使ってクラウザー使ったやばかったよ。こっち防御いないんですよ。ほんでなんで調整が非常に難しいんですよね。いやほんまむずいこれ。ちょっと待って、マジでむずい。ハイデン行こうか。もうめっちゃむずい。どうしたらいいのこんな。ハイドのスキル出てないわ。ってことは、こういって、こういってからの、これで調整していこう。むずいな、でも。霞また溜まってそうやもんな。これ、ブライアンがスキル出てなかったらよかったんやけど、今のターン。ブライアン、ここ生きるでしょ。いやー、やられてくれよ。ほんならアーデル出して勝ったのにな。これやばい、負けるわもう。もうまあ負けや、無理っすわ。こっちがちょっと調整しすぎたんもあるし、ただ防御がいないからね、あんまりあれなんですよね。キムとブライアン失敗したか、これ出すの。いやもうこれ無理、負けるっすわ。厳しい。回復していこうか。リンに飛ぶか。クリティカル出てるけどな。しかもダメージ耐性入ってたな今の。無理やな。いやー無理。参りました。参りました。調整ミスって負けた。調整ミス負けっすね。まあどんな、めっちゃ煽ってくるわこの人。ほら変な配置してるもん。超煽ってくるわ。挙句の果てにチャット打ってくるタイプじゃんこれ。なんか牛歩作戦でチャット打つやつじゃん。ちょっとチャットオンにしましょうか。ああせえへんか、さすがにね。いやでも僕のミスっすわこれは。僕のミスで負けました。まあ最初にちょっとこっちも全滅狙いすぎたのも悪かったっすね。あれは反省しなあかんな。もっと普通に行って、ご利用ししたら多分いけてたと思うんですけどね。ちょっと やりすぎてやられたっていうパターン、一番やったらあかんパターンですね。ってことで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。